やあ、イケボのイケメン、みんなの勇者だよ。今回は、まあ、お肉焼くだけなんだけど、まあ、ただ焼くだけだと、まあ、焼くだけなんだけど、焼くだけだよ。というわけで、まあ、ね、この前やった工程だからあまり説明はしないんだけど、こうやって、お肉のドリップを、ドリップして、ドリップしようね。ちょっと待って、髪落ちちゃった、もう一個の髪落ちちゃったよ、もう落ちちゃった髪だけど、あ、待って、うまく着地してたから、このままお使いよ、食材を無駄にすると怒られちゃうからね。よし、そうくるんってなってたからね、設置しなかった、うん、よし、急いでるからもうちょっとね、あー、ドリップドリッパードリッペストね、わかるよね、君ならわかるよね、これの意味が。そう、こうやってドリップを取ることによって臭みが消えたり消えなかったりするんですか、知らんけど、まあとにかくドリップドリッパードリッペストを取ると。そしたら切れ目とかを入れていこうと思ったんだけど、なんか結構これ最初から入ってるんだよね、やるとこなくなっちゃうな。よし、じゃあ反対に、あ、ちなみにちゃんと手を洗ってからやらないとダメだよ、バッチリからね。そう、今から食べるものをいじくるときはとにかく手を洗う、そしてアルコール殺菌しようね。アルコール殺菌の歌はまだ世に広まってないというか、出てるか知らない。よし、いいんじゃない？よし、じゃあこれで、ちょっと待ってね、アルコール殺菌するね。よし、よし、じゃあこの時点で味付けをしていこう。何これ、ドルゴロメ10菌、あ、なんか防媒剤って書いてある、触っちゃったじゃん。アルコール殺菌しようね。なんでこんなの置いてあるの、知らんけど、知らんけど、何の歌だっけこれ、どっかで聞いたことあるんだよ、また触っちゃったじゃん、もうやったな、もう落ち着こうよ、もう。というわけで味付けなんだけど、じゃあ上を、さっぱりレモンにして、下をさっぱりガーリックにしようね。じゃあまずは先にフンスフンスフンスって、胡椒をまず適当にフンスし、なんか出ないよ、フンスして、よし、あ、よし、ガリック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 ホーガリックホーってやって、まあね、うっすらとでいいんだ、知らんけどね。よし、オリーブオイルを、おっとっと、よし、かけすぎてもしょうがないからね、どうせ後でこうやって広げるんだから、今広げちゃって、後でっつってね、今広げちゃってんじゃん、まあいいね、うん、広げ、本当に結構切れ目入れてくれてるね、さすがジャスコ、さすがジャスコ、よし、さすジャス。で上はさっぱりレモン塩、あ、買った、詰め取れちゃうけど時間ないから今よろしく、あ、できた、はい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 、袖邪魔だな。よし、ここでかけすぎると食感なくなっちゃうから気をつけてね、ここかけすぎたけどね。あ、ちょっと待って、もうよしレモンの予感。よし、さてリモーネを広げていくと、いいね。よし。で、まあせっかくだから、ちょいだって、しょうがないじゃん。
急いでるとさ、わかんなくなっ、上がレモンだよね。ちょっと待って、よし。よし。手拭きた、手拭きた。よし。生肉触った後は手拭きたくなっちゃうよね。うん、そういう年頃、まだ舐めても美味しくはないね。よし。じゃあ、おお、蓋外したじゃん。ふんすふんすふんす。いいね。ここはカットした方がいいかな。じゃあカットして焼いていこうか。というわけで焼けたよ。あとちょっと諸事情によって場所を変えたけどね。うん。あとこれね。これ。あのメロン。ん？あ、グレープフルーツじゃなくて、名前が出てこない。まあいいよ。これ、ちょっとあの、外側の皮の部分が、ちょっと危ない予感がしたから。ちゃんとね、ジョイで洗ったからね。うん。ゴシゴシね。うん。ちょっとあの、青いやつの匂いがするよね。青いやつ、なんだっけ、リンゴ？リンゴなのあれ、ソーダではないよね。まあいいや。で、あと、ね、お世話が近かったから、近かったというか、もう通り過ぎちゃったんだけど、初だね。今年初というか、去年も食べてないような気がするから、今年初の、ごめん、嘘ついちゃった。細かく言うと食べたんだけど、お汁粉に入ってるあの、柔らかいやつね。柔らかいやつだから違うかな、みたいな、まあいいや。今年初のお餅。うん。スライス餅なんだっけ、なんか細いのがあったから買ってみたよ。で、レモンに、ガーリックか。あ、ごめん。ニンニクかガーリックか思い出せないけど、まあいいや。ニンニクガーリックってことにしとこう。で、バターは、ちょっと時間が経ったから溶けちゃったよ。うん。まあいい。食べていこうか。前置きが長くなっちゃった。じゃあまずは、レモンの方からサパーリと食べていくよ。今回は、諸事情により、おソースは、なしだよ。うん。あとは、片面10分も、片面5分で焼いてみたんだけど、ちょっと硬くなっちゃったかな？いや、違うの。筋切ってないところか。でも、こんぐらいの硬さの方が、僕には好みかな。よし。じゃ、レモン、いただきますと。どう？美味しい？肉って感じが染み渡ってきて、グー。じゃあ、こっちを。こっちの方が後で焼いたから、まあ、切りやすいっちゃ切りやすいかな。ちょっと待って、位置が悪い。よし。いいね。よいしょ。よく焼けてる。Well done。落としてる。Well done。そう。Well done が好きだからね。というわけで、どう？おいしい？肉だね。じゃあ次はお餅と。お肉を焼いた後の、油で焼いたんだけど、全部つながっちゃうじゃん、もう。まあいいや。お餅、喉に詰まったら、僕が、なんでもない。まあ味付けがね、薄いからね、後でなんかかけてこう。さて、じゃあこれ食べてみようか。じゃあ、先に君から。どう？え？柑橘系の味がするって。ありがとう。じゃあ、柑橘系の味がするかどうか、僕が見てみるよ。美味しい。八朔っぽい？なんか、ちょっと甘い八朔？さっぱりして美味しい。中の薄皮食っちゃった。まあいいか。いいね。絞るために置いてあるんじゃないから。これでいいんだよ。なんか、こことこことここ。なんか別の料理みたいになっちゃってるけど。そう、なんか、バイキング形式でいいじゃん、チャオ。